小京都とは、古い街並みや風情が京都に似ている、日本各地にある街の愛称、別称である。花の御所明治以降の開発や災害、太平洋戦争下の空襲を免れて、江戸時代以前の佇まいが残る街が、日本各地にある。このうち、景観などが京都に似ている地区が、小京都と呼ばれる。起源の一つとして、各地の守護大名が、 室町幕府のある京都を模倣した町づくりをしたことに遡ることができる。全国京都会議の事務局が入居する京都朝日会館省京都とも呼ばれる地域のある自治体が集まる団体として全国京都会議が存在する。ただし古い町並みでなく京都との歴史的つながりで加入している自治体もある。一方で全国京都会議に加盟していなくても 観光宣伝目的や自然発生的な事象、多少の小京都は多い。全国京都会議は京都市を含む26市長により、1985年に結成された。1988年の第4回総会で、加盟基準は次の3つの条件に一つ以上、当てはまることと定められた。総会での承認を経て、加盟となり、事務局への届けにより大会となる。 2021年4月時点で加盟する自治体は40市長であり、事務局は京都市観光協会内にある。ピーク時の1999年度には56市長が加盟していたが、2018年度までに63市長が入会し、再入会を除いて19市長が退会した。過去に全国京都会議に加盟していた自治体は口述の通りである。 大会理由としては、財政難や観光客誘致へのメリットが乏しいことのほか、歴史的に城下町として発展した歴史などに鑑みて、小京都としてではない独自性をアピールすることを挙げる、自治体も複数ある。全国京都会議でポスターを作成しているので、鉄道駅等で目にする機会も多い。東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、松江、ツアノ、 倉吉は山陰の小京都と称される。また松江、津和の津山、小道、山口、萩は西の小京都とも称される。四国地方、九州地方。ありがとうございます。